こんばんは、あつしです。北海道はどんどん寒くなってきましたと言いながら今僕は、部屋の中で半袖ですが、はい、寒くなってくると寒い時用の服がいりますね。寒い時に着る服がいりますね。前は岡山というところに住んでいたんですけど、その時にはいらなかったものが北海道に住むと必要になります。そんな時に頼りになるのがユニクロですね。はい、ユニクロは聞いたことありますか？多分知ってる人は多いと思うんですけども、基本的にユニクロはとても安くて品質が良いです。それから、毎週期間限定で安くなる商品があります。欲しいものが安くなった時に、僕は買うようにしています。ですのでユニクロで何かを買うときは、だいたい2000円ぐらいで服を1枚買うことが多いですね。はい、これは日本の中でも本当に安いと思うし、他の国の人が聞いたらもしかしたら驚くレベルかもしれないですね。はい、本当に安いですが、品質が高いと思います。北海道の冬を乗り越えるために最近買ったものを3つ紹介します。1つ目はフリースのクルーネックですね。はい、最近毎日着てるんですけど、これは本当に暖かいです。家ではヒーターをつけているので、もうこのフリースがあればもう家の中は大丈夫ですね。はい、それから、2つ目はグローブ、手袋ですね。はい、これは、ヒートテックですね。ユニクロの、なんだ技術ですね。ですけど、本当にめちゃくちゃ暖かい、グローブ、手袋です。朝ウォーキングするときに、使っています。このグローブは風も防ぐので完璧ですね。はい、最後に、3つ目は、ヒートテックのタイツです。これはまだ使ってないんですけど、まあ、もっと寒くなってきた時、マイナス5度以下ぐらいですねになったら使おうと思っています。僕は物をあまり持ちたくないのでできるだけ物を買わないようにしていますが、北海道はさすがに寒いのでこの3つを買いました。でも、全部2000円ぐらいで買ったと思うと本当に、ユニクロには驚きます。皆さんももし日本に来たらぜひ一度ユニクロに入っていろいろ見てみてください。ということで今回はユニクロがすごいという話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。